警備ソフトウェア採用担当の坂尾です。当社は1991年に創業し、2021年3月で30周年を迎えます。これまで製造業、医療、通信業向け業務ソフトウェアの開発や自社パッケージソフトウェアの開発・販売に取り組んでまいりました。2008年にはベトナム・ハノイ市に合弁会社を設立し、長崎から日本、世界に向けて事業を展開しております。近年ではクラウドサービスの開発・運用に取り組むなど、新しい分野・地域・技術に目を向け、常に歩みを止めることなく社会に貢献できる会社でありたいと考えています。会社とともに成長し、社会に貢献したいと考えている皆さんの応募をお待ちしています。一緒に働きませんか？